職場を分析していきましょう。まず奇跡ね。はい、これは僕、ジャパンカップで、本命にして、まあ歴史的なアーモンドアイに負けてしまったんですけど、例年のジャパンカップを勝つような馬ですよね。お父さんがキングマンボ系、そしてトニービンですから、トニービンというのは東京の人形に強いですから、でトニービンにディープインパクトですから、東京人形と東京人形に強い決闘ですね。だから僕はジャパンカップでは狙ったんですけど、でなおかつこのルーラーシップにディープインパクトという配合で、で広いコースに強いんですよね。ルーラーシップですから競走馬の能力が一定なので、だから広いコースへの適性を高めると小回りコースの適性は下がるわけですよ。でこの奇跡というのは広いコースの適性を追求された馬ですから、今度小回りコースに変わってしまうんですね。その点もジャパンカップに比べると、能力を発揮しづらい面なんじゃないかと、そういうことふうに思いますね。これちなみに、はい、小回りコースに強い種牡馬っていうのは、うん、どういうのが、まあ、単純に言ってしまう主流じゃない方がいいってことですよね。あ、なるほど、ほとんどのだって G1 に出てくるレースって主流の種馬じゃないですか、はい、ありがとうございます、だってだから香港の馬来ちゃったりするんですよね、うん、あ、実際にだって毎年リーディング上位じゃない種馬の子供は連帯してないですかね、この3年宝塚記念。そうレイディオロ、これはお父さんがキングカメハメハ、お母さんがディープインパクトと同じ品系だから、まあよくあるダービーでいうとダービー決闘にダービー決闘みたいな配合ですから、あ、東京の 2000m とか 2400m がベストの決闘だと思います。ということは今回はベスト条件ではないということになりますね。次イタリオ、これお父さん、ステイゴールドですね、これはお父さんの実績残しているんですけど、問題はこのストームキャット系、ストームバード系にブロードブラッシュという配合ですね。このブロードブラッシュっていうのは、一昨年のダービーを勝ったワグネリアンも母系に、ま、持ってましたね。これあのアメリカ血統で直線の素足を強化するんですけど、ためる足を使える馬は直線の素足を強化するんですね。でストームキャット、もう今年のダービーのオークスでもめちゃくちゃ強かった血統ですね。つまりここは東京とか京都の、直線でトップスピードをアップさせる血統なんですよ、ところが、この宝塚記念というのはさっきから言ってますけど、東京向きのトップスピードとは反対方向の方がいいわけですから、京都とか東京のトップスピード勝負ではここの地いいんですけど、宝塚記念ではトップスピードはよりと反対方向の力という部分が要求されますから、それにおいては今度はマイナス材料になる品系、母馬の血統ですね。次アルアインですね。これさっき話題に出た、母父が AP インディのプルピットで持続型ですね。自分でもパワーでこう勝負していくパワー型の先行馬で、その点はいいんですけど、問題はこの自分自身もディープインパクトでクラシックを勝っているということですよね。これね、競走馬の能力が一定ではないっていつも言ってますけど、クラシックが行われる 2000m、2400m、そして桜花賞が行われる 1600m、 これは全部 400m で割れますよね、1600m も 400m ある、 2000m も 400m ある、 2400m も 400m ある。ところが宝塚記念というのはクラシックが行われない距離ですよね。なおかつ 400m で割れませんよね。そうするとこれ要求される能力が微妙にずれるんですよね。これ不思議なことに、あの種牡馬でもそうなんですけど、例えばマンハッタンカフェとかも 1800m の成績と 2200m の産駒成績はいいんですけど、 2000m の成績がガクッと落ちるんですよ。これ途中だけガクッと成績が落ちる、マイルの成績が落ちる、これってやっぱ不思議なんですけど、そういうもんなんですよね。だから宝塚記念というのはクラシックで結果を出しているということは、クラシックで行われない距離に対しての適性は下がるんで、この距離という部分での、クラシックが行われない距離という部分の点でちょっとマイナスかなと、そういう感じです。次スティフペリオ、これはお父さんステイゴールドですね。この宝塚記念強いステイゴールド、そして注目は母父のムトトですね。ムトトにケープクロス、これはもう完全にスタミナとパワーに偏った種馬なんですね。これはいいですよね。ですから問題はあんまりにも軽い馬場になりすぎてしまった場合ですね。あんまり軽い馬場になりすぎると、あの宝塚園って軽い馬場になったら道中で流れに乗っていくことが重要なんで、あのスピードがないんで、あの自分以上のそのスピードについていこうとすると
そのついていこうとすることによってスタミナを使ってしまうので、その本来の武器であるスタミナは使えないんですね。ですからある程度の時計のかかる馬場になって、マイペースでマイペースで中段前に行けるような馬場だったらかなり面白い馬だと思います。マカヒキ、ディープインパクトでフレンチデプティにレインボーこうグレレッドボット系ブラッシンググルーム系、年々このね小馬になってますますこのお母さんのパワーとかの部分が強調されてきてるんで、あの若い頃若駒の頃の瞬発力とかトップスピードを発揮しづらい馬になってきちゃってるんで、タフな馬場になること自体はいいんでしょうけど、本質的にあの東京の 2400m とか 2000m でスピードを生かせた頃の方が本領発揮する血統ですから、こっちのパワー型の勝負の場合は発揮できる能力がやっぱ G2 ぐらいになってしまうタイプなんですよね。亀谷さん、はい、マカヒキって小馬になってから勝ち星なしに、はい、復活するとしたらどういう条件だと、まあ、海外とかね、ダートとか、ダート東京2400、いや東京軽いダート勝った馬がダート、そうですね、だってつまりこうパワーが出てきてしまって、うん、あの小馬になってパワーが出てくるから、うん、若駒の頃 の, そのダービーの時期にはあの仕上がりの高さっていうアドバンテージもあったんですけど、はい、もう小馬になってるとパワーがどんどん進んできてしまうので、パワーとか馬力の方に進んでいってしまうので、はい、もうそっちの条件に行った方がいいのかなと。ああ分かりました。ステップレースとかって理想というか、はい、いいステップレースこの馬の場合ですか。いや全体的にですか、はい、全体的にはやはり宝塚に特に軽いババある程度軽いババになった場合はこう道中が早い、道中がある程度流れるんで小回りですから、うん、道中でこう流れに乗っていけるっていうことが大事なんですよ、はい、で競走馬は走る距離を知らないですから前走の経験というのがものすごい大事になってるんですね、うん、前走と違う流れになると戸惑うわけですよ、はい、前走のような流れで走りたいわけですよね、前走の流れにが走りたいわけですけど、あの例えばゆったりしたペースで後ろから行く競馬をしていたりタフな馬場で中段からの競馬をしている馬って いきなり宝塚に流れに乗っていくような競馬をしようとしたら、あの前走よりもこう道中で流れに乗っていかせようとするんでやっぱ厳しくなっちゃうんですよね、はい、ですからまあこのレース結構流れに乗るっていうことも大事なので、うん、2200m より長い距離を前走で使っていた場合は中段より前の競馬をしていた方がいいし、はい、あとは今回より短い距離ですね、 2000m より短い距離 2000m 以下を経験している方が流れに乗るという点では有利だと思います。ああはい、ありがとうございます。次クインチャー、これはねディープスカイリーディング上位ではありませんね、ですから軽い馬場の、クラシックが行われる距離というのはちょっと苦手なんですけど、その分今回に関してはプラス条件になる種馬ですね、リーディング上位ではないというのもいいことですね。で母の血はブライアンズタイム、これロベルトですから、あのロベルトにノーザンダンサーという配合でトップスピードはちょっと下げてしまうところがあるんですけど、スタミナと持久力こういうのはアップする血統ですね。ですからこれ東京の24とか 2000m では力を発揮しづらい血統というのは今回においては好材料だということですね。でこうしかもこうリボを持ってるんでね、このディープスカイは。でノーザンダンサー色も強くなってるんで、あのトップスピードを下げる分タフな馬場になるほどいいタイプの血統だと思います。スワーブリチャード、これもね僕ダービーで本命にした馬なんですけど、ハーツクライにアメリカ血統、あーダービー血統、トニービン、東京24に強い血統に米国的な速さを出す、これはまさにあのダービーでやった血統ですね、まあ、つまりダービーに向いている血統ですよ。東京の2000とか東京の1006にも適性が高い血統なんですけど、ということはこのレースはベストの条件ではないということですね。次リスグラシュですね、まあハーツクライなんですけど、ここ欧州フランス血統なんですね、フランス血統というのは、ちょっと、タフな馬場の方がいいんで、東京とかのトップスピード勝負より少しタフな馬場の方が好むということですね。でまあ牝馬ですから、まあ、ハーツクライ牝馬っていうのも、まあ、ディープインパクト牝馬と同じことなんで、まあ単純に有利ですよね。
だからこうディープインパクト産駒牝馬みたいなイメージでいいと思うんですよね。はい、ということでね、どうでしたかお話聞いて。まあクリンチャーを狙いつつ、うん、当日の天気でちょっとステッピ量を狙おうかなと、うん、そうですね、まあ、馬に対しての考え方は僕は変わらないんで、まあ、僕はあと当日の気分で決めたいと思いますけど。